大日川かな、わかりません。大日ダムあと5キロぐらいかな、そういうところまで来ました。この辺湧き水出てますよ。これね、すごいね、綺麗だな。飲めるのかな。綺麗ですよね。まあ、ついでに電池の方も今変えまして、それでこれからね、大日ダムの方を目指したいと思います。5キロ、あと5キロ程度ぐらいなので、まあ10分そこそこじゃないかなとは思います。まあ、来たことない道なのでちょっとくねくねとしてましたけど、こうやって道もね、少し濡れてるんで、安全運転で行きましょう。まあ、それでこの道なんですけど、まあね、意外と車往来してるんですよね。まあ、ダムの近くに、近く、あの同じ矢印でね、大日スキー場って書いてあるので、まあ、そちらの方行かれる方が多いんじゃないかなっていうふうにも思いますし、ダムを目指している人もいるのかもしれないですね。意外と車がおります。そして道はデコボコ、砂も浮いてる、危ないですね。なんか赤い柱がかっこいいな。なんかのんびり走りたくなる道ですね。で、民家もこうやってありますから、まあ、それで人もそれなりに、人っていうか車もそれなりにいるんでしょう。ああ、蕎麦屋さんもありますね。観光地みたいになってるんですね、これで。だからか。山あいに入りますと、どうしてもこうやってね、ポツポツとこう雨が落ちてくるんですよね。道が開けました。多分あの辺は民家があるので、そのままあの道幅なんでしょうね。結構いい道だな。まあ、景色もこう山に囲まれて、右側はね、川が流れてましたね。気持ちいい道路ですよ。で、先ほどのとこはちょっと狭くて怖かったんですけどね、こちらはまた狭くなるか。でも走りやすい道ですよ。まあ緑生い茂って本当に綺麗なとこですね。あーと、スキー場見えました。もうすぐそこですね。ダムはどこかな。おお、おお、
心臓にタイヤがはまる。なんだこれ。かっこいい崖だな。川の水もいい感じですよ。すごいな。そしてまたこの赤い柱、いいですね。ちょっと他にない雰囲気を醸し出してますね。あと1キロで第二ダムですね。こっちかな。だんだん道がすごくなってきましたよ。もうローじゃないと登りません。このダム来る人いないんじゃないの、この道。いやこれ城山行く道と匹敵するぞこれ。城山の方がちょっと荒れてるかな。なんか地元関係者以外、うわ面白いトンネル。あ、着いた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 、着きましたよ。なかなか予想してたよりも立派なダムかな。いや、いいダムですね。っていうか本当にここ3日ほどずっとダム見てるし、ちょっとダムカードもらって、あ、やった、ダムカード、ダムカード。こちらの管理事務所の方でダムカードいただきました。インターホン鳴らすと降りてきていただけるみたいですね。これです、ゲット。でこちらがね、小松方面に行けるらしいんですけれども、なんか道がすごく狭くなって、砂利道もあって、行かない方がいいですよっておっしゃられてたんで、まあオフ車だと大丈夫でしょうけどね。もう一度だけ、ちょっとね、ダム見て、そして戻ってみたいですね。のどかですね。電源切った途端に放水始まりました。ちょびっと放水みたいですけど、本当は大量にやると水色のあそこからガーって出るんでしょうね。いい音してます。じゃあトイレ行って戻りますね。来た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 、発車しました。あ、ちっこいやつですね。へー。